四つ用のクローバーは幸運の印とされる。運とは、その人の意志や努力ではどうしようもない巡り合わせを指す。運が良いとは到底実現しそうもないことを偶然実現させてしまうことなどを指す。運が悪いとは、楽しみにしていた旅行の当日に発病してしまうことなどを指す。占いや神社、寺院のおみくじは、この運を予言する力があるとされる。 勝負時などで運が良いことは、つき、ついているなどとも言う。物事が滞りなく、行われることが良い。運には、運が良かったなどと過去の状況説明として用いられる。場合と、運の強い男など、個人の特性を説明するために用いる場合がある。運を用いた説明は、好ましくないと考えるものもおり、運に関する信念の違いが、各々の表現には反映されている。 運を統制することができるかについての主観的な感覚にも個人差があり、合理的な努力の成果やポジティブシンキングの結果として運を捕まえる者も,もいる。一方で、ギャンブルのような統制可能性が低いものでさえ何らかの努力で成功を得られると考える者がおり、因果関係抜きで結果に対して満足感を得るために自分の行動に貼るラベリングとして努力概念を導入し、 不確実な事象の結果として満足が得られないものが、運が弱いなどと呼称することがある。決定論の一つである因果的決定論に立てば、実は幸運や不運の意味はなく、過去や未来はすべて決定されているという考え方になる。ラプラスの悪魔に代表されるような存在によって、結果はすべて見通されているということになる。現在、 物性上の純粋な確率論の立場における決定論はハイゼンベルクの不確定性原理によってその存在の不可能性が証明されており、運は確率論が扱う事柄になっている。世俗的なものの考えでは、ものの道理を翌秋前人情に通じ、確率的な危険性を適切に回避するなり、他者の妨害を回避しながら、ある物事をうまく成就させる才能と考えることも、 できる。ただしこの視点はあくまで結果論による定義であり、運の良い人物が先見的に判別しうるかどうかはわからない。何事かを成す場合、うまくやる人とうまくできない人がおり、その理由がよく説明できない際に、運が良い、運が悪いなどと評論することがある。客観的に見て明らかに、運が良い、手法、手段、運が悪い手法。 手段は存在するが、話者にとって、半然としないものは、運で語られることが多い。医師の力や祈りで運を変更できるとする主張が多い。歴史上数多くの実験が繰り返されており、また、アメリカなどのカジノでは常に情報を集計している。医師の力や祈りなどで運を変更できれば良いとする気持ちは、多くの人間が持っている感情であるが、 そのようなことが可能であるとする証拠は一切ない。また、事前に運を知ることができるとする主張も同様である。小説や漫画などの世界では、このようなことが可能であることを前提とした物語が多い。人の人生は、生まれた時から運に支配されていると言われており、青年月日、出生地、性別、血液型、容姿などは運により決定づけられるとする話が、 多いが、このような話には、曖昧さがつきまとう。決定論的に人間の一生の運勢が、出生時に決まっているのか、それとも生まれた時に、大体の運勢は決まっていて、細部で運勢が上下するのか、また運勢が決定される、メカニズムの問題等、多数の問題点がある。運には、流れがあるとする主張がある。つまり、運が良くなると良い傾向が続き、 運が悪くなると悪い傾向が続くとする主張である。麻雀などのギャンブルで多用される考え方である。だが、これは錯覚の一種であるとする主張もある。人間は、ランダムな現象からも、一定の法則を錯覚により見出してしまう。人間の主観ではなく、冷徹な統計学処理においてはカジノでの統計でも、運の流れのようなものは見出されていない。 この運の流れを事前に知ることができるとする主張もあり、人々を惹きつけるが、このような行為が可能であるとする確証は一切ない。ここでよく誤解されるのは運の偏りである。完全にランダムな現象でも、そこに一定の傾向を見出すことができるのである。例えば、一枚のコインを投げて地面に落とし、表か表かどちらが出るかを見る行為でも、 双方の面が出る確率がそれぞれ0.5であってもなどのように表裏が均等に現れることは逆に少なくどちらか一方に偏りが起きる。実際にはなどのように現れることがほとんどである。人間はこのランダムな現象の揺らぎに規則性を見出してしまうのである。実際にプログラマに乱数用のプログラムとして使用されているメルセンヌツイスターでプログラムを作成し、 上記のコイン投げをシミュレートした例を提示してみると、次のようになる。多くの人にとって、上の結果は、異様に評価、裏に偏っている、分布が固まっている部分があると感じられるのでは、ないだろうか。実はこれは錯覚の一種であり、クラスター錯覚という。クラスター錯覚から理屈を組み立ててしまうことを、テキサスの射撃手の誤謬と呼ぶ。ギャンブルなどで、負けが込み、 サンクコストが発生している際には、この種の誤尾に陥りやすい。ジンクスやまじないには何らかの手段で、運があるいは、運の流れを自分に有利な方向に変更できるとする行為がある。ジンクスやまじないの一部には、科学的根拠があり、有効性が確認されているものもあるが、運に関する事柄の多くは、蒸気のような間違いに起因するものが多い。 月がある、月が回ってくるなどとも言う。運が悪いことは、月がない、月に見放される、ついていないなどと言う。小次元、運村上2000に、例えば億万長者になるために、広く人脈を築き信頼関係を持ち信頼できない、人物を遠ざけ、講習が求めていると考える事業、サービスを展開することなど、例えば億万長者になる。 ために、毎月の所得の全額を宝くじに投資する、手法など戦争や天災などで、過労死で生き残ること、または逆にたまたま天災や事件、事故現場に合わせて命を落とすことなど、ありがとうございます。